はるかぜ涼しでございます。ということで、今日も、ズームさんの最後の、マイクトラックシリーズの最後 M2 でございますけれども、これも使ってきました。ということで、もう今日は何やともあれ、まずは作例です。ドン！ということで今、ノーマライズだけね、した音を聞いていただきましたけれども、M4 と全く同じマイクなので、まあ、非常にいい音でござるな。とてもいい音でございます。で、最後の方でですね、トラックが、画面の右から左へぐるっと回っていって、まあ、実はね、真後ろを回って、私の周りをですね、ぐるっと回る感じでですね、ほぼ270度ぐらい展開してんだけど、まあ、後ろの音は取れないわな。取れないっていうか、後ろに聞こえないわね。これは5って1チャンネルじゃないとできないので、まあ、これは致し方がないとこなんだけども、右から左にすげえよく動いていきましたな。非常にリアル。で、鳥の声なんかもとってもいい感じで、小さな音もね、結構ちゃんと拾ってるので、まあ、後処理のノーマライズのやり方によっては、もっともっと鳥の声が引き立つようにはできるので、まあ、とてもいいマイクですな。ということで、さらに、アンビエンターとしましては、ちょっとこの幅では面白くないので、さらに幅を広げてみました。ドン！
ということで、どうでしょうか。やっぱりね、いいマイク使った時のアンビエントは面白いね、やっぱりね。さっきの、トラックの音もですね、もっと広がってぐるっとね、回り込んで後ろにあるぐらいまでの感じのところ、真横ぐらいまではね、行きますよね。ということで、音が非常にいいということはお分かりいただけたかと思いますが、さてはて、前回のこの M4 と比べて M2 はどうなのと、多分ね、正直に最初のなんていうの、リリースだけっていうか写真だけ見た感じで言うと、なんで似たようなの2つも出してんのっていう感じ、こっちでいいじゃんみたいな気がするとは思うんですけども、もう、春風涼しさん的に言えばですよ。今回これ、こっち持って、ちょろっとお散歩アンビエンターやってきたわけですけども、これがいい。これがいいっていうか、まあ、要は、こっちはね、欲張りマイクだから、まあ、端子がね、XLR 端子がついていくから、後からですね、外部の、あれだよね、他のマイクもさ、つけられるからさ、そっちの方がいっちゃ、いいんだけども、重さ的に言うと、結構、こっち電池も4本入ってるし、やっぱり重たいんですけどね。で、こっちやっぱね、軽い。とっても軽くて、あれだね、なんちゅうの、普段、要するに外部マイクを使わないんであれば、アンビエント撮るのは、これがいいかもしれないよね。もちろん、こっちもいいですよ。こっちも、これで撮って回るのもいいんだけども、やっぱりそのノーマライズがね、この中でできるよとか、再生時の音を最適化するっていう機能が、まあ M2 も M4 も入ってるんだけども、なので、パッと撮って、パッと聞いた時に、おーおーおー、俺撮れてるね、とか、いい音だったね、みたいなことの確認の仕方としては、とてもこっちのマイクの方が、この M3 に比べると、こっちの方が高機能なんですね。いろんなものがね。なので、波形も見えてるしね。まあ、そういうところで言うと、アンビエント撮るのに、まあ、どっちの音が好きですかっていうところはあります。どっちの音が好きですかっていうのはあります。なので、実際にじゃあ持って歩いて、なんていうのかな、やってみた感じで言うと、持ちやすいしね。やっぱりこっちはね、そんな持ちやすくはないんですな。専用の食マントをつけて持って歩くかどうかっていう問題もあるから、こっちはね、やっぱりハンドマイク仕様になってて、まあ、ハンドリングノイズは出るんだけどね、結構なハンドリングノイズです。なので、ちょっとこう、録音時に手を握り替えたりすると、ボボボボって音が入っちゃうから、ちょっとその辺要注意なマイクなんだけれども、まあ、それにしたって、実際に俺その辺を取って歩こうって思った時、どっち持ってくって言ったら多分こっち持ってく。っていうぐらい、取ってて楽しい。取ってて楽しい。こっちはね、ある意味プロ仕様なんで、革新版的な取り方になっちゃうよね。まあ、そこのところのステレオ幅をどのくらいでやったらいいみたいな現場で聞こえたりして面白いんだけども、まあ、結局のところ帰ってきてから、どっちのマイクもね、こっちにしてもこっちにしても、ステレオ幅の調整っていうのは、後でやるわけだから、いずれにしてもね。ということで言うと、このマイクが実用上はとってもいいかなっていう気がしました。価格はほぼ、こういうところで一緒なのかな。なので、困るね。ズームさん、困るよ。困る。どれか一個買えって言われた時には、まあ汎用性が一番高い。他にレコーダー持ってないんだったら、まあ、とっても汎用性の高い、この M4 がおすすめです。他に持ってないんだったらね。初めてまあ、アンビエントなんか楽しみたいよっていうんであれば、こっちの方が
ええかなっていう気はしますけれども、まあそんなにこう、なんていうの、映像とがっぷり四つで、まあインタビューみたいなね、撮り方しないよと。まあお散歩だよと。で、お散歩動画、お散歩アンビエントっていうことで言えば、これが一番楽かな。持ってて楽しいしね。そんな気もしますね。なので、乾電池2本で動くんだったかな。っていうことなので、いや、まあ、ええー、よね、これね。ちょっと電池ちょっと確認してみて。これもちゃんとロック式ね。ネジロック式の電池なんで、まあ電池2本ですね。この電池ボックスもすごくしっかりしてるんで、まあ使って安心マイクだね、これね。軽いしね、持って歩くのにね。ということで、それから、ごめんなさい。内蔵マイクは当然、こっちも内蔵マイクじゃない、内蔵スピーカーは両方ともついてますよ。まあ、そんなことでですね、意外とこの3製品がですね、この3つがね、意外と性格が違ってですね、なるほど、ズームさん3つ出した意味がわかるなぁと、全然用途が違っちゃ用途が違うんですよ。なので、これはまあカメラ上につけてね、カメラの上につけて、要するに撮影の時のワンマンオペレーションには非常に最適なやつ。それから街歩きのアンビエントは、まあいいけど、まあ若干、親切さには欠けるな。まあ要は、撮りっぱなしって感じなんだけど、まあこの2つはいろんな設定が自分でできるよねっていうことになって、で、なおかつ、この一番シンプルなやつが、軽いからとにかく、半分とは言わないけども、パッとこう、カバンの中入れといても、まあ、あんまり気になんねえな、ぐらいの大きさ？こっちだと、まあ、こっちも軽いけどね、同じぐらいの重さなんだけど、結局、まあ、街中でいろんなのを、こう、スナップで録音していくじゃないですか、アンビエントをね、いろんなものを撮って、後で、ああ、じゃあ、お茶飲みながらさっき撮ったの聞いてみよう、つった時に、これだとできないんだよね。なので、こっちになっちゃうわけだ。で、そうすると、これだと、何番目のファイルのあれ音良かったね、とか、いろんなこう反省点があったりして。なので、本気でアンビエントっていうか、本気でって言うとおかしいな、楽しくアンビエント撮るにはこれがいいんじゃないかな、という気がしました。ということで、この、マイクトレックシリーズ、あとマイクトラックシリーズ、ね、この3製品でございますけれども、どれも良かった。どれも良かった。春風涼しい3つ借りて良かった。3つとも好きになりましたが、一番持って、まあ、とりあえずカバン入れとこうかなっていうのは、これな気がします。ということで、春風涼しさん、今回このアンビエント3兄弟と呼ぶことしますけど、アンビエント3兄弟ね。アンビエント3兄弟は、春風涼さん的には、一等賞、実は、難しい。一等賞カメラじゃないや、一等賞マイク、実は、これ、M2 一等賞。こっちとこっちは用途が違う。それぞれプロ仕様なので、目的に応じて使えばいいんじゃないかと。とりあえず、アンビエント楽しみたいっていうんだったら、これで十分楽しいです。ということで、春風涼さん、アンビエントのおすすめだ！なんで言ったか分かんないけど、またね！